はい、皆さんこんにちは、ハイセス。本日はですね、約半年前にですね、私の YouTube チャンネルに来ていただきました中古カメラ販売スクールの極みのですね、講師であります船田さんにですね、また私のチャンネルに出ていただきまして、本日からですね、数日にわたってまた対談の方をですね、させていただきますので、ぜひこちらの方を楽しみにしていただければなというふうに思います。もし本日の内容にご興味の方はぜひ最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。 Let's get started。はい、船田さん、ご無沙汰しております。ご無沙汰です。よろしくお願いします。船田さんはですね、約半年前、ほぼ7ヶ月前ですかね、3月ぐらいにですね、1週間ちょっとぐらい私の YouTube チャンネルに出てもらったんですけども、また久しぶりにですね、船田さんをお招きして、なぜかと言いますと、ちょうど今月でですね、中古カメラ販売スクール極みのね、第1期がですね、終了しますので、はい、極みの第1期の振り返り、それについてですね、船田さんといろいろと対談をしていきたいと思います。本日もよろしくお願いします。よし。4月1日からですね、開講しまして、ちょうどね、今月末までの極みで船田さんが塾長としてですね、教えてくださっておりますが、10名ちょっとのですね、会員さんが参加していただきまして、まあ約4割ぐらいの方がですね、すごい実績を出されていると思うんですけども、振り返っていかがでしょうか？思った以上に皆さん頑張ってくれて、僕が期待していた以上の数字を皆さんかなり出してくれてですね、私も今回ですね、かなり驚いております。いや、1人8月の売上が500万ちょっとで、あらりで250、60万みたいな、バケモンみたいな方もいましたよね。そうですね、あの方は、まあ、ものすごい勢いで伸びていきましたね。こちらの方にもですね、後日対談をね、申し込んでますので、またね、後日の動画をね、楽しみにしていただければなと思うんですけども、一期がもうすぐ終わるんですけども、どんな感じですか？今回、十数名の皆さんに参加いただいて、その、まあ、大きな結果を出した方っていうのは、まあ、専業でやられてますけども、大半の方は、サラリーマンとかお仕事やられてる中で、まあ、サイドビジネスって形で、まあ、やられた方が大変なんですけども、時間がまあそんなにまあたくさんない中でも、皆さん最初はいろんな時間のやりくりとかをまあ工夫しながら、最後はですね、本当に少ない時間でそれこそ本当に大きなサラリーマンの収入以上の金額を稼げるようになってですね、カメラっていう商材が非常に売れやすかったりとか稼ぎやすいっていうところもあると思うんですけども、やっぱ何よりは皆さんが本当に下向きにこの半年間ですね、コツコツ頑張ってですね、カメラの極みをですね、取り組んでもらえたっていうのが、成果がまあ出た一番の大きな要因かなと思ってます。私もですね、ずっとこのスクールの勉強会大体参加をさせてもらったんですけども、やっぱりこの船田さん、それからサポート講師の方のノウハウ、実績、経験、それがね、やっぱりすごく光っておりまして、その人のレベルに合ったコーチングっていうのはね、しっかりとされてたというのは、ね、正しいアドバイスっていうのをされてたなというのはね、非常にそれが印象に残りました。ありがとうございます。中には6桁の利益を出されている方もいますし、100万以上、それから数十万以上出されている方も出てきまして、今でもこの中古カメラって儲かるんだなっていうのはですね、私も肌で見ていて感じました。結構皆さんやっぱカメラとなると eBay をメインにやられている方が多くて、参加者の方には以前 eBay チャレンジしたけども、まあ、なかなかうまく軌道に乗せることができず、カメラでこう稼ぐっていうのを諦めてたと。今回このまあ極みってことでですね、ヤフオクだったりAmazon とか eBay っていうのを、まあ、全部のチャンネルでカメラでやっていきましょうっていう形で情報をですね、皆さんキャッチされて、もう一度ちょっと奮起してやってみようということでチャレンジされてですね、結果出された方も一度は挫折したけども、やり方がちょっと違ってだったりとか、あとまあ他半の Amazon とかを取り入れたりですね、そういうことによって効率よくですね、やっぱりAmazon と eBay って売れるカメラが違うもんですから、そこの仕分けをしっかり皆さん各自やられて、それぞれのスタイルになったやり方で皆さん結果を出してもらったっていうのが非常にですね、やっていて良かったなと思います。そうですね、船田さんの場合はこのヤフオクもすごく使われてましたし、まあ、あとは資金がない人にはない人なりの戦い方っていうのをね、しっかり教えてくださっておりましたので、そういった資金が少ない方でもしっかり実践を持って教えていただいてたのは非常に印象に残りましたし、あとはもう勉強会がね、10日に1回ぐらい Zoom でやってましたので、つまずいてもグループ勉強会っていうのですぐに解決しますし、もっと早くやりたいなっていう時はですね、 PC の Zoom コンサルっていうのも
もありますので、あとは個別チャットでチャットワークでいつでも質問できますので、何か迷ったらとにかく奈良さんサポート講師の方に聞けばすぐに解決しますし、しかもただでね答えを与えず、ひなに餌をあげるだけではなくてちゃんと考えさせるというのもね、非常に適所適所でやられてたので、考えさせながら動いていってもらうっていうのをねやってたのが、やっぱり非常に僕の中では皆さん結果につながったんじゃないかなというふうにね、肌から見て思いました。出ます。すぐ答え言っちゃうと自分で考える力がつかなくなってしまうので、すぐ答えを言うんではなく、しっかりイメージしてもらって、で考えてもらって、それに対して行動していくっていう形の方がご本人の成長にもつながるし、こういったコンサルティングっていうのは期限を切ってやっていくものですので、我々がコンサルサービスが終了した時点で自分が一人になった時にやっぱり路頭に迷うと思うんですよね。なのでやっぱりこう自分で考えながらやれるっていう形もですね、しっかり今回体制を取ったっていうのも結果が大きく出た一つの要因かなと思ってます。まあ私もですね、今回6ヶ月間ですね、奈良さんと一緒にこの極みを運営させていただきまして、まあ、実際にちゃんと実践された会員さんはですね、実績を本当に出されてましたので、まあ、私もね自信を持って第2期の方をですね、奈良さんと一緒にまたやっていきたいなというふうにですね考えておりまして、明日からはですね第2期の募集をですねいよいよと開始させていただきますので、明日以降のね奈良さんとの対談、それからランディングページの方ですね公開させていただきますので、ぜひ楽しみにしておいてください。明日のね朝の5時半のねメルマガにてですね動画対談、それから LP の方ですね公開の方をさせていただきます。今からホリデーシーズンもありますし、これから第2期に入る方もですね始めるタイミングとしてはですね非常にいい時期だと思いますし、船田さんもですね夏は暑くて仕入れに行かないっていう風にねだらけてたぐらいだったんですけど、秋になってきて仕入れもしやすくなるシーズンもありますので、仕入れツアーもありますしですね、この極み第2期の方もですねぜひ楽しみにしておいていただきたいなっていうふうに思います。じゃあ船田さん、本日はですね1回目の対談の方ありがとうございました。また明日以降のですね対談でいろいろもっと突っ込んで聞いていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ます。本日の動画もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。ます。